アイドルです。始まります。せせせせせせつけいやーせつけですよ。アイドルです。前回はアイドルのコンサートトップライブを見て椿の心が動いたってところで、動いてちょっとしてからでアイドルのことを勉強して知識が蓄えたってところで終わったんですよね。そこからの第4章どんな展開になるか楽しみですね。やっていきます。うわあ！鬼の叫びから聞こえる。昼休憩中の事務所に俺の絶叫が響き渡る。なんだ？なんだよ急に。ほらびっくりするぞお前切なきえすけ。そんな叫び声リアルじゃあげんからな。実況ではあげるかもしれんけど。隣に座っていた椿が眉を寄せて抗議してくるが、それどころではない。どうした？なんか仕事でやらなかったらあかんことをやってなかったみたいな感じか。俺はパソコン画面の中に映っているメールをプリントアウトすると、それを上司に持って行ってこう叫んだ。見てくださいこれ、プリワン解散されるそうです。何それプリワン、何その M1 みたいな感じの漫才グランプリみたいな感じでプリンセスグランプリみたいなそんな感じのやつあるんかな。なんだってすげえ先輩の叫び響きすぎてる。山びこみが聞こえてきた今。ノイノイいい先輩だな。まさか有名オカルト漫画の名言で切り返してくるだろう。え、そうなん？知らん。なんだってーって別にどんな漫画でも言いそうなもんやけどな。名言ですらないわ、そんな。ではなく、真面目に一大事なのだ。冗談を言っている場合じゃない。どうしましょう？うちも、やっぱり、ああ。もちろん出場させる。俺は出場アイドルの選抜を始めるから、お前と椿は準備を頼むぞ。なんか結構大切な大会らしいな。ほんま漫才師にとっての M1 みたいなレベルかもしれんな。そう言って先輩はどっかに電話をかけながら事務所を慌ただしく出て行った。いつも思うことだけど、先輩は物事の良し悪しを一瞬で判断して行動に移す。こういう判断力を見習っていきたいところだな。先輩の姿が見えなくなってから、椿はそう言いながら俺に質問をぶつけてくる。しまった。椿のことを忘れていた。こんな可愛い子忘れるな、お前。後輩やぞ、お前。可愛い後輩やぞ。いろんな意味で、二つの意味で可愛い後輩やぞ、お前。しっかり説明しておかないと、平手やボディーブローが飛んでくるかもしれない。説明しないだけでそんなもん飛んできたら、ほんま椿ちゃん暴力沙汰やな。プリンセスワンっていうイベントが開催されるんだ。その告知がメールで届いたんだよ。プリンセスワン、あれだよね、地下ソロアイドルが集まってライブと人気投票をするっていうやつ。あ、椿ちゃん知っとんじゃ。おう、よく勉強しているな。そこまで理解してるならば話が早い。プリンセスワン、略してプリワン、特にアイドルに興味がない人から見れば単なるソロ地下アイドルの合同イベントという程度の認識だろう。だがアイドル業界にとってはこれが重要な意味を持つ登竜門なんじゃ。なるほど、登竜門なんじゃ。プリワンはただの人気投票ライブなんかでない、未来のトップアイドルになるための登竜門だ。いや言っちゃったわ俺、ごめんな瀬崎圭介。登竜門って先に言っちゃったわ、ごめんな。クロプリワンで目指すことができたアイドルはメジャーでの活躍が約束される。何しろ最近のトップアイドルたちの多くはこのプリワンで投票数トップを獲得してスターダムをかけて上がったのだ。なるほど、アイドル好きのハートをわしづかみして、もうほんまに天下てっぺんを取るようなあれなんやな。地下アイドルにとっては夢の舞台への第一歩となるイベントと言っていい。なるほど、そりゃ避けて通れんな。なんで先輩たちがそんなに慌ててるんだよ。そりゃ慌てるだろうな。ここで結果を残すことが事務所のためでもあるわ。事務所の格を上げるようなところもあるよな。いくら特別なイベントだって言っても、要はいつも通りやればいいだけの話だろ。いつも通りやれるもんなんだろう。
まあそうかもしれんけどさ、毎回毎回嫌いようになったら、そう思い課題のがプリワンなんだよ。このイベントが特殊な点がもう一つある。なんだそれが、俺たち関係者を大慌てさせる理由になっていた。このイベントの開催日、いつだと思う？いつって、数週間後とかじゃない？まあ普通かそうやな、今連絡が来たんやけん。一週間きっとないか、バカ上の人もっと早押しろやいきなり5日後って言う、1週間切っとうからな、お前。おい、プリワン、お前。もうちょい早めに教えてくれよ。はって言われたら、つばきちゃんだって、はって言う。目を丸くするつばき。さもありなんだ。通常のイベントなら、数週から数ヶ月の準備期間を設けるのが当たり前だからな。いくら地下アイドルとはいえ、事前告知もなく、わずか5日で準備をしてイベントに出るというのは厳しい。しかも、地下アイドル界では最大級のイベントが出会う。毎回なん？これ毎回なん？毎回こんな感じなん？おいおい、それと…広告部、プリワンの広告部、もっとしっかりせんか、お前。クビにしろ。メンバー総入れ替えしろ。そうなあ、せめて告知する役の人を入れ替えてくれ。いついかなる時でもアイドルとしての意識を持ったトップアイドルの卵を発掘するためとかいうお題、お名目があるはず、あるらしいぞ。いつでも十分なパフォーマンスができないんじゃトップアイドルになりっこないってことだろ。多分めんどくさいだけじゃないですか。前々から準備するのはめんどくさいだけじゃないですか。パッと始めてパッと終わろうっていう、そういう感じじゃないですか。もちろん、この姿勢に対して批判的な事務所やアイドル、ファンは数多い。予定したイベントをキャンセルしてプリワンに出るアイドルも多いことから、業界に与える影響は甚大だ。しばかれろと思うな。俺が事務所の運営だったらしばかれろと思うな。それでも支持される理由は、これまでに多くのトップアイドルを輩出してきたというその実績にある。わあ、マジか。こうやな、めちゃくちゃやな。実績さ上げれば何してもいいのかって思うんですけどね。結果のぞせば、ちょっとやそっとの、荒いやり方っていう、通されるんですかね。だったら YouTube も、再生回数取りまくったら、ちょっとやそっとの、スケベだったり、暴力沙汰の動画とか上げてもいいんですかね。違うですよね。暴論言ってる。呆れたように肩をすくめてから、椿が何やら挑戦的な笑みを浮かべた。けど、面白そうじゃん。私らのアイドルがトップでも通用するってこと、見せつけてやろうよ。おお、椿ちゃん、やっぱ前回のありがたけんな。こういう感じのポジティブ思考になってきた。強気です。椿は強気です。椿のツーは強気のツーって。あたしらのという言葉に、俺は椿の心情の変化を感じ取る。これもよ、つばきは、仕事はきっちりこなすけれど、それ以上のことはしないし、所属アイドルに対する興味もなかった。しかし、今のつばきは違う。所属アイドルを自分がバックアップするという意欲を持って仕事に取り組んでいる。一緒のアイドルのライブを見に行ったのは正解だったなぁと、自分の行動を自画自賛しておいてから、俺はうなずいた。ほんま、よかったなぁ。アイドルのライブに連れて行って、つばきの情熱が燃え上がったところでこういうイベントが始まってよかったなぁ。あ、もちろんだ。こんなチャンスを逃すわけにはいかないからな。うまくいけば、先輩の夢にも一歩近づけるんじゃない？わかってる。たった5日しかないけど、できることは何でもやってやるさ。以前開催されたプリワンでは、俺は右も左もわからずに迷惑をかけるばかりだった。うちの事務所所属アイドルもいい成績を残すことはできず、悔しい思いをしたことは今でも覚えている。あの時の無力感をもう一度経験するつもりはないさ。それでこそ私の先輩だ。え、今喋ったかっこで閉じられてなかったけど、セリフとして出とったんかな。ここの中の心情、椿が読み取ったみたいに感じになってるよ。
一緒におりすぎて椿ちゃんこっちの心だけ読めるようになってきたんかな。椿はそう言って俺の肩をポンと叩いた。お前の方が先輩みたいになっとる。なんかそのメッセージ俺みお前の方が先輩みたいになっとるよ。何かに一生懸命になれるってことはそれ自体が才能だと思うよ。あれ立場逆転した。あれ椿ちゃんが先輩みたいになってるよ。あのそれ錬金術漫画の名言か。剥がれ剥がれに育つ理由あるんじゃ。有名漫画やけど俺そんなに剥がれで見たことないんよな。あの序盤にあるさ、狼に自分のオートメール噛まれてしっかり味わえようのところはなんかよう覚えとんやけどな確か。そんな俺の疑問に対して椿は少し気恥ずかしそうに答えた。そのあんたの家にあったから勝手に読ませてその中から剥がれんチョイスするのはなかなかのいい趣味やな。なるほどと俺はうなずく。恥ずかしがるようなことじゃないけど思うけれど椿にしてみればそう思いかないらしい。俺先輩にふさわしい言葉だと思うよ。私も全力でサポートするからしっかりやっていこう。まあもうできた後輩というよりなんかすごいチームメイトって感じがする。ありがとう椿。百人力かそれ以上の援軍を得た気分だ。で椿ちゃんいつもその格好だけどどうでもいいけど今頃やけどさ、なんで椿ちゃんなんでいつもそんな格好なん。もうちょいおしゃれすればいいのにってなっても今頃思うやけどさ。それから数日俺たちは慌ただしくも充実した日々を送ることになった。主人公アイドルも決まりセットリストや衣装も早々に準備を終わらせあとは本番を待つだけだとなった。プリワン当日もう当日来ちゃったけどこうさ準備がさ何もなく何の問題もなく終わるってことは当日何かあるパターンですよね。これでさ当日はい出ました、あんまいい結果残せませんでした、残念でしたで終わったらさこのゲームとして7だらんからな。出たー事件来ました。皆さん事件が来ました。これは波乱の予感です。何が来るんだどういう事件だ。いろいろパターンあると思うけど逃げた多分アイドルが出れんようになるっていうパターンだろうなと思っとったけど逃げたんかい。なんか借金から逃げたみたいな感じになったんだもん。あ、いつまでたっても来ないから気にしてたんだが、いや体調不良とか事故に遭ってしまったとかじゃないんやな。プリワン当日とんでもない事態に俺たちは顔を青くすることになった。そりゃとんでもないわ、逃げたってなんだよ。隠れて交際してた男の友に海外へ旅行に行ってしまった。いやクビだよそんな。まずさアイドルとして以前にさ女としてぶん殴られろお前は。連絡が取れたのはそんの数分前でいつもは気さくな先輩の表情の険しさから深刻な事態であることが伺い知れる。ぶん殴られろお前、この間ぶん殴られろお前、俺らの努力無駄にしやがってって感じじゃん。なーにお前、ファンを裏切って一人の男とそういう時ようとしてるんじゃお前。アイドル失格じゃやめろ。それじゃあプリワン出場は無理だ、枠を潰してもらうしかない。俺は社長と話をして今後の方針を検討する。お前らは主催者側に事情を説明しておいてくれ。そう言って先輩は足早に楽屋を後にする。こういう時の判断が早いのもやっぱり先輩らしい、うん、すごい緊急事態っていうこととその出場するはずだったアイドルがクズだってことと先輩がすごい仕事できる人ってことは分かった。一方の俺はあまりの事態に何も考えられなくなっていた。でもショックだろうな、あんだけ頑張ってきてたのにさここに来てアイドルの方に裏切られてこんな感じで簡単に終わってしまうやけん。事情を説明しろと言われても俺は一体どうすればいいんだ。プリワンの出場枠を潰すなんて前代未聞だ。主催者側はもちろんファンにだって何を言われるか知れたものじゃない。俺も訪問は椿ちゃん今回はなくてでボディーブローとかをかわしてでその逃げたアイドルに
しばらく沈黙を保っていた椿がようやく口にしたその物騒な言葉は、彼女が危惧していることを知るには十分だった。こんな大舞台をすっぽかして男と逃げただって、あのクソアマ、私が首根っこ掴んでぶん投げてやる。ああ、口は悪いけど俺もそう思うわ。ま、待て、落ち着け椿。これが落ち着けるわけないだろ。必死で練習してたと思ったら、あれは全部演技だったってこと？ふざけるんじゃないよ。そんなクズのために頑張って準備してた私らがバカみたいじゃないか。椿の言う通りだ。俺や椿、そして先輩はこのプリワンのために昼夜を問わずに準備を進めてきた。すべては事務所のアイドルのためを思ってのことだ。その気持ちを裏切られたのだから、怒りを覚えるのも無理はない。どこに逃げようと関係ない。ぶちのめさないと気が済まないだろう。こんなの、俺だって同じ気持ちだ。でもそんなことするわけにはいかないだろう。思わずそう叫んでから俺は頭を抱える。逃げたアイドルが悪いのは当然だけれど、いかに任せて暴力振るっていい理由にはならないんだ。そうだ、これがあった頃こそ、こう暴力を振るってきたからこそ、椿ちゃんはどんどん世間から離れていったって感じがするもん。放っておけって。償いは後で受けてもらうけど、今はプリワンの話。事務所とのアイドルが交わしている契約に従えば、アイドル側に賠償なりを請求できるはずだけど、それ以上のことをする権限は俺にも椿にもない。暴力に訴えれば不利になるのは間違いなくこちらの方だ。主催者側に事情を説明して、うちの事務所の枠は潰してもらおう。まだプリワンは始まっていないし、間に合うはずだ。とは言ってもギリギリだけどな。当日やもんな。開演まであと1時間もない。せめてもっと早いタイミングで発覚していれば。でもこれはさ、ある意味チャンスなのではないでしょうか。いや、そんなことを言っても仕方ないか。とにかくできる頃からやっていかないと。複雑そうな表情を浮かべる椿が何を考えているか俺には分からなかった。ただプリワンは地下アイドル界では間違いなく最大のイベントだ。小さなライブハウスとはいえ、未来のトップアイドル誕生に期待して集まったファンたちで満員御礼。ここで出場枠を潰したとあっては、アイドルファンからの失望と信用の失落は免れない。最悪だよ本当に。俺たちに残された選択肢は、早い段階で事情を公にすることだけだ。どうせ隠したってバレるのだから、こういう場合は包み隠さずに事情を説明してしまう方がいい。俺と椿は楽屋で待機してきてくれ。俺は思うものの調整をしてくるから。でもそれじゃあ先輩の夢が、他に方法はないわけ。ほんまなんかあってほしかったけど何かあるはずだ。何かあるはずなんだ椿。君がアイドルになるとか、アイドルになるとか、アイドルと出場するとか、今からでも遅くないけアイドルで出場するとか、椿ちゃんが出場するとかしかないわ。椿時代の責任を負うのは当然事務所側の代表として参加している先輩と俺だ。なぜ俺なんだ。あ、先輩と俺か。椿が心配してくれている通り、そうなった時に俺のプロデューサーへの道が閉ざされてしまう可能性は十分にある。アイドルの管理もできない無能というレッテルが貼られてしまえば、この業界での立場そのものが危うくなるかもしれない。一回罰がついたらそれを取り戻すん大変だろうな。出ました。誰か代役を立てるしかない。出ました。しかもその代役目の前にいるじゃねえかよ。セーブ。あ、違うだ。セーブ。
誰が代役を立てるしかないの。誰が代役を立て、待てー、なんでそっちだと、待てや、待てや、わかりにくいよこの選択肢。これ明るい方なんかさ明るい方か、そうやな、うん、ちょっと選択肢わかりにくいよな。白い方が選んだ方に見えてしまうよ。こっちか、代役、誰か代役を立てるしかない。枠は潰れるのがまずいなら、可愛いのアイドルを出場されることができるわ。しかし、それが現実的ではないという自覚もあった。事務所のアイドルたちを呼んだところで、開幕までに間に合うはずがない。それは、椿にもわかるようで、首を横に振ってみせる。無茶だよ、今からなんて。だよな。そう答えから、ふと気がつく。トップファイルじゃ、トップファイルが始まるぞ、内村さん。確かに、事務所のアイドルで、代役が間に合う子はいないかもしれない。だが、事務所のアイドルじゃなければ、どうだ？俺の目の前に立っている椿は、間違いなくアイドルの素質を秘めている。もし、椿が代役になってくれるのであれば、すべてが丸く収まるのではないだろうか。もう完全に本人の意思、無視やけどな、これ。先輩、どうしたのさ、急に黙っちゃって。これぶん殴られるからな。こんなこと言ったらぶん殴られるからな。いや、ちょっと考えたんだ。一度そこで言葉を区切ってから、続ける。椿に相談なんだけど、アイドルの代役をやってみないか。は？頼む！一度だけでいいんだ。冗談じゃないよ。なんで私が、できるわけないだろ。ポテンシャルはあるはずなんだよ。ポテンシャルはな。もともと、椿はアイドルになりたくないと気絶していたんだから、この反応は当然だと思えた。だが、俺にとっては、最後の望みだ。頼む！一度だけに、ステージに立ってくれ！椿の歌のままさは、俺がよく知ってる。お前なら、絶対にうまくできるさ。勝手なことを。勝手だっていうことは、承知さ。不満そうに、そう吐き捨てながらも、椿は迷いを覚えてるようだった。ちょっと、ここの中では、どうしても先輩の役に立ちたいみたいなところあるんだろうか。彼女にとっても今回の件は憤慨やる方なしといったところがあるのだろう。大舞台から逃げ出し迷惑をかけたアイドルの子に対する怒りはもしかすると俺よりも激しいのかもしれない。椿は根が真面目なだけに責任を放り出したアイドルの子を絶対に許せないはずだ。しばらく椿は沈黙してから深いため息とともに言葉をつなげた。わかった、出るよ。こんなことであんたの夢が潰れるのは見たくないからね。椿、助かる。けどこれっきりだから次はないよ。もちろんわかっているって言いながら次やるだろうけどなだから言いながらこれでハマってしまうんだろう。わかるぞ、俺は。俺には未来が見えるぞ。ゼロシステム積んどるわけでもないのにな。本来、アイドルになることを拒んでいた椿に、これ以上の望むことができるはずもない。歌とダンスは、まあ、なんとかなるか。なるんか。逃げた時の練習に付き合ってたから、ある程度覚えてるし。いや。サポートは先輩に任せるよ。付き合ってたから何とかなるっていう問題じゃないだろお前なんで付き合っとっただけでさ何とかなるんだお前お前ちょっとやいよただろ。あーちょっと自分もやってみようかなってちょっと裏でやってただろお前。家とかに帰ってさ、それはあの時はこんな感じだったなみたいな感じでやいよただろお前いや付き合っとうだけで覚えれるもんじゃないだろ、歌とダンス。お前ちょっと自分だったらどう歌うんだろうな、みたいな感じのこと考えとったんちゃうん、お前。ああ、もちろんだ。そう言って、俺は自分の胸をドーンと叩いた。
椿が代役をすると決めてからの動きは迅速だった。主催者側への説明も無事に済ませて、椿はうちの事務所が密かにスカウトしていた隠し玉という扱いで出場する段取りになっている。おう、主催者側もちょっと納得してもらえてよかった。まあ主催者側も枠を潰すというよりは代役にした方が穏便に済むもんな。もちろん先輩からも承認済みだ。俺たちに任せてくれた先輩のためにもプリワンは絶対に成功させなきゃいけない。先輩もよう許してくれたな。こんなん無茶だとか思っとったかもしれんのにな。それでもどういう感じで承認してくれたんだろうな。渋々なんか、こうなったらやってまえみたいな感じなんか。とにかく先輩もさ、こっちのことをさ任せてくれた、もうかけてくれたんよな、椿に。よしと。よっ、こんな感じでいいかな。来るぞ、椿ちゃんのアイドル姿が。ねえ、ちょっと確認してもらっていい？とりあえず衣装を着てみたんだけど。あ、初めてアイドルの服装、服着るんや、衣装着るんやけんさ、なんか変な感じでポロンと出てないかな、どっか。いかんところポロンと出てないかな。楽屋の更衣スペースのカーテンを仕切って着替えていた椿の声が聞こえて、俺は彼女の方へと視線を移動させる。ポロンと出てないかな、どっか。あなんだろうなぁ。そういうエッチなアイドル目指しようわけでもないのに、何なんだろうなぁ、このエッチな感じの肉の出方はさ。胸の上っかは半分近く出とるからなぁ、お前。これでエロい目で見るなって言う方が無理な気がするんよな。特に女の子に植えたアイドルオタクはさ。てか細いなウエスト、くびれすごいなお前は。ん、俺さ、こういうさ、胸の上にネクタイ乗っかっとう感じが好きなんよな、俺。皆さんもそう思わんかな。ネクパイってやつですね。迷うことなきアイドルがそこに立っていた。衣装はもともと出場予定だったアイドルのものを、椿の体型に合うように特化で調整したものだった。ああ、だったら元のアイドルの子、かわいそうやな、スタイルがあまり胸が大きくなかったりしとったら、もともと胸の大きくない子が着る予定だったらさ、調整してどうにかパンパンになったっていう、そういう妄想になるな、これ。あ、だからこれちょっと上、胸の上の部分ちょっとはみ出どんかって感じやもんな。椿ちゃんこんなドヤ顔でおるけどさ、本来だったらちょっと恥ずかしいってなるところやで、お前。しかし、その衣装が忘れたかのようにぴったりと似合ってるじゃないか。サイズ合わせない感があるけどな。当の椿は少し恥ずかしそうにしているけれど、初めて会った時に素質を見出した俺の目に間違いはなかった。どうしたんだよ、黙っちゃって。やっぱり私似合ってない？めっちゃ似合ってますわ。こんなちょっと小畑顔しやがってさ、かわいいぞ椿。恋人にしてほしいぐらいだ。いや、むしろ似合いすぎてやばい。笑いながら貧弱な語彙力を披露してから、俺は笑った。もうこういう時こそさ、なんかの漫画の名言出してほしかったなって思うんですけど、語彙力。そういう名言なかったか。誰がどう見てもアイドルだよ。完璧すぎて言葉は出てこないぐらいだ。ならいいんだけど。椿はそうつぶやいて、スカートの裾をつまんで複雑そうな顔を浮かべる。そりゃそりゃ露出が多いからだよ。アイドルの衣装ってこんなもんかってぐらい露出多いな。それがアイドルの清掃みたいなもんだ。とりあえず今回は我慢してくれよ。で、心の準備は？ぼちぼちってとこ。耳コピはしたけど練習の時間はないしさ。不安がないわけじゃないよ。そうだろうな。いや、だいたいさ、アイドルにつきの付き添いと耳コピーだけでさ、こんな、そこまでできるできないとか、できるわ、みたいな、どうにかできるだろう、みたいな感じになるんがすごいわな。普通はできないと思うわ。
でけへんやん、普通じゃ。椿めっちゃ半端ないみたいな、大阪みたいになってくるからな、お前。無理に合わせる必要なんかないぞ。椿が歌いやすいようにアレンジしていいから、自由にやってくれ。いくら椿がセットリストを覚えていたと言っても、結局はダンスも歌も付き焼き場だ。このプリワンのためにレッスンをしてきた他のアイドルたちと比べたときに、荒削りな部分が目立つことは仕方ない。それなら、その荒削りさをむしろ押し出してしまえばいい。椿にとって最初で最後のアイドルステージになるだろう。後のことは考えなくてもいい。椿自身が楽しんでしまえば、それは大成功だ。言うまでもないと思うけど、これだけは伝えとく。人に勝つより、自分に勝て。お、これもなんかの漫画の名言か？なんだこれ。野球漫画。いや、どんな漫画でもちょっと割と複数の漫画でこれ使ってそうな名言だったな。これだって名言あるかな。この漫画の名言だってはあるんかな、これ。自分に勝てか。まあなんかいろんな野球漫画とかスポーツ漫画だったらもうどんな漫画でも使われそうなセリフやけんな。なんだろうな。そこで俺は自分の手が震えていることに気がついた。緊張してるのだと理解するまで時間がかかったのは、正直な判断能力が失われている証拠かもしれない。あんたの方が緊張してどうすんのさ。お前が落ち着きすぎなんだよ。バカにしないでくれよ。そんなつもりじゃないよ。先輩のおかげで私も少しリラックスできたし。そりゃよかった。てか手だ。よう思ったらお前右手、お前ほんまにアイドルっぽい感じにポーズしやがって。お前写真でも撮影するんか、お前。お前アイドルの変に出とるなと思っとったけど、お前ここまでか。お前実はアイドルごっことか裏でやゆるか、一人の時とかアイドルごっこってやゆるか、お前。そう言ってから椿は小さくうなずいてみせる。そろそろ出番かな。来るのか、出番が。行ってくるよ先輩。いや、プロデューサー。プロデューサーになっちゃったよ。その言葉とともに椿は楽屋を出てステージへと向かう。それから間もなくステージに現れた椿の姿を見たアイドルファンから大きな歓声が沸き起こった。椿の歌は地下ライブ会場に集まったファンたちの心をつかむには十分すぎるほどだった。だが俺にしてみれば、椿の実力はこんなものじゃない。さすがに緊張してるのだろう。少し声が上ずっていたところもある。その彼女に向かって俺は客席から大きな声で叫んでいた。頑張れ椿。その声援が届いたのか、一瞬だけ彼女は客席に立つ俺に笑みを向けると、一度歌を止めて大きく深呼吸をする。会場がざわついた。何かトラブルがあったのかと焦るスタッフもいた。だが違う。椿はあえて歌わないことで自分自身に気合を入れ直すのだ。そして再びパフォーマンスが始まる。気合を入れ直した椿はまさしく圧巻の存在と化していた。透き通った声はもちろん、ぎこちないながらも高い身体能力を生かした迫力のあるダンス。その踊り物が荒削りだが一般的な地下アイドルを超えたレベルでまとまっている。すごいな椿ちゃん、才能がすごかった。才能が半端ないんじゃ。うん、だ誰だあの子、一度も見たことないぞ。なんであんな子が無名だったんだ。動揺したワンがそんな言葉を口にする。そうだぞ、これが俺の椿だ。俺のだぞ、俺の椿なんだぞ。それを耳にしながら俺はまっすぐにステージ上の椿に視線をの声援を送り続けた。それから予定をしていたセットリストをこなすまでの間、ファンは間違いなく椿というアイドルに魅了されていた。最後の歌を終えた椿に向かって大きな拍手と歓声が巻き起こる。だが俺は椿の異変を見逃さなかった。なんだ、めっちゃ恥ずかしそう。めっちゃ照れてる。
え？なんだ？ステージが終わった瞬間、椿がその場で崩れ落ちるように倒れ込んでしまったのだ。なんだよ、椿？慌てて駆け寄り、彼女を抱き上げる。大丈夫か？ちょっと疲れただけ。平気だよ。うわ、緊張の糸が切れたってやつかな。そう強がってはいるが、言葉とは裏腹に全く平気そうには見えない。何の練習も準備もなく、いきなりアイドルとしてフルパフォーマンスをしたのだ。披露するのは当然だろう。お疲れ様、椿。よくやったよ、お前は。ありがとうな。ごめん、プロデューサー。もうちょっと。プロデューサーって言われたらなんかすごい、それっぽく見えてくるよな。歌もダンスも中途半端でさ、体が全然ついてかなかったよ。ガキの頃、もうちょっと真面目にレッスンしとくべきだった。あ、そうか。よう考えたら小さい頃そうじゃレッスンしとったんじゃ。ああ、なんでちょっと付き添いとかだけでできるんやなと思っとったけど、そうじゃと。そうじゃ、椿、あれだ、小さい頃レッスンはしとったんやな。ああ、あの時のが体に残っとったけん、まあこんだけ動きたんだ。そうかそうか。あ、そったわ。ようやしく笑う彼女に、俺は首を横に振って答える。中途半端な感じじゃない。ぶつけ本番で、あれほど力を発揮できる相手なんて、そうそういないぞ。よく頑張った。とりあえずステージから降りてゆっくり休もう。その矢先だった。つらげー、最高だったぞ。ナンバーワンはお前だ。ベジータがおる。アイドルファンの中にベジータがおる。さっきよりもさらに大きい会場全体を揺るがすような堂々の拍手が椿に送られる。つばきつばきというコールに合わせて、会場に集まったファンたちは、つばきに対して思い思いの言葉を送ってくれていた。これは、この会場にいる皆が、つばきに心を奪われてしまったのだと理解する。一方のつばき自身は、これほど好意的に受け入れられるとは予想もしていなかっただろう。どういうことなんだ？椿に対しての椿のパフォーマンスがみんなの心を魅了したんだよ。私はただの代役で本当のアイドルじゃないってのに。けどそんな椿がここのファン全員に認められたんだ。聞こえるだろ、この歓声全部椿に対して送られてる。みんなが応援してくれてるんだ。そう言ってから、俺は少しだけ悩んでから言葉を続ける。なあ、椿。今日、短い間だったかもしれないけど、アイドルをやってみて、どうだった？どうって。もし、少しでも楽しいって思えたなら、もうちょっとだけ続けてみないか？無理だよ。見てただろ？私、全然笑えてなかったし。アイドルらしくなんてできない。そうかな。いいんだよ、それで。俺の少しな好きなアイドル作品の名言で、アイドルっていうのは笑顔を見せる仕事じゃない、笑顔にさせる仕事だっていうのがあるんだけどな。ここにいるファンのみんなは椿のパフォーマンスを見て笑顔になってる。それができるの、お前は誰よりもアイドルだよ。そうやな。男と海外に逃げたアイドル側はアイドルやな。お前、あんな奴はクソだからな。あんな奴がアイドルしてるんだぞ。お前みたいな人を笑顔にする人間がアイドルじゃないわけないだろ。もちろん、椿が嫌がるなら、無理強いするつもりはない。ただ、パフォーマンスをしている椿は、これまで見てきた中で一番輝いているように見てた。あの輝きを今日だけで終わらせてしまうのはあまりにもったいないだろう。なんだか乗せられてる気がするけど。乗せてんだよ。椿はそう言ってからゆっくりと
立ち上がる。そしてマイクを握りしめると、それを天高く掲げてこう叫んだ。サンキューな、お前ら、これからもよろしく頼むよ。イエーイ、ツバキツバキツバキ。アイドルらしからぬ口調ではある。可愛かったけどな。だがこれに会場の熱気はさらに増したようだった。ツバキコールが再び巻き起こり、会場が揺れる。投票結果を待つまでもない。これはもはやこのプリワンはツバキの独壇場だ。これがアイドルとしてのツバキが誕生した記念すべき瞬間だった。アイドルであるべき人間がアイドルになった瞬間だった。やっぱツバキアイドル向いてるよ。これだけ人間を笑顔にできるんだ。お前こそナンバーワンだ。わ、俺もベジータみたいになった。地下アイドルの祭典であるプリンセスワンで、ツバキは見事に投票トップを獲得した。そのライブは早くも地下アイドル界の伝説として語られるようになり、ツバキへの注目度も日を追うごとに増している印象だ。俺はそんな彼女の専属プロデューサーとして講師ともにサポートするようになっている。うわ、めっちゃ近いな。やべえな、ツバキちゃんとの距離がめっちゃ近なってるわ。プロデューサーか。売り込みやスケジュール管理に始まり、ダンスのレッスンにも顔を出して彼女の成長を見守る立場だ。今日も路上ミニライブとサイン会を組んで、ツバキの知名度アップを狙う予定だった。ツバキ、準備できたか。あ、まりだ。あ、プロデューサー、待ってごめん。ちょっと夢中になっちゃってた。プロデューサーって言っちゃったもんな。もうなんかアイドルマスターのワンシーンを見るような感じやもんな。レッスンを終え、私服に着替えたツバキからはほんのりとシャンプーの香りが漂う。ああ、ぶん殴られないんだったら顔、鼻を近づけてクンカクンカしたいわ。シャワーで汗を流すついでに髪も洗ったのだろう。それにしてもと俺は夢中で苦笑する。すでに専属プロデューサーとなってからそれなりの時間が経っているのもかかわらず、ツバキにそう言われるのはなんだか気恥ずかしい。最初はあんたとしか呼ばれていなかった俺が先輩を終えて気がつけばプロデューサーとなったわけだ。そう考えればなんだか感慨深いものがあるな。オーバーワークには注意してくれよ。レッスンに夢中になるのもほどほどにな。分かってる。でもやるからには全力でやるって決めたんだよ私。うん、努力不足だったからうまくいかなかったなんて逃げ道を用意したくないんだ。もう本気だ。ツバキがすごい本気になってきている。アイドルっていう自分の活躍できる場を見つけたんやなって。うちの事務所でツバキほどの覚悟を持ったアイドルがどれほどいるだろうか。もともと資質はあったけれど、それだけじゃない。いざ本気になったツバキは恐ろしいまでにストイックだ。人から言われてやった練習は努力とは言わないってところかな。何の名言？プロデューサー？ああ、もうごめん。ツバキを見てたら、ちょっと漫画の名言を思い出してさ。なんだ今度は。全然わからないんだよ。ああ、このゲームに出てくる漫画の名言、何の漫画か全然わからんだな。また漫画？好きだよね、本当に。そう、笑ってから、ツバキは腕を組んでみせた。そう言おうってことは、ツバキも今自分でやるからの努力をやってるのかな。やってるんだろうな。なんてちょっと前の私が聞いたら鼻で笑っちゃいそうだけどね。かつてのツバキは望んでもいない夢と努力に強いられた結果、本気になることを恐れ嫌悪をすることになっていたけど、今は違う。ツバキが頑張ってるのを見るのは俺も嬉しいよ。
けど無理はダメだ。いくら椿が丈夫でも体力には限界があるんだし、喉だって消耗品なんだからさ。プロデューサーにそう言われちゃ仕方ないか。これからはちゃんと気をつける。どこまで理解してくれてるのかわからないが、自分の体調管理ができないほど椿は子供でもない。とりあえずは任せてもいいだろうと判断して、俺は荷物を抱える。時間もないし、タクシーで行くか。大丈夫でしょう、そんなに遠くないし、ちょっと走ればすぐだってシャワー浴びたばっかりなのにまた汗かくつもりかよ。ああ、それもそうか。じゃあやっぱタクシーよろしく。私は先に外で待ってるからさ。そう言って笑いながら、椿はレッスン場の扉を開いて外へと駆け出した。わあ、なんだこれ、ガチのアイドルみたいな感じになってる。なるほど、こういう握手会か。あと左後ろの女の子誰だ。これもここも可愛いし、めっちゃエロいな。おいおい、これ第5章、第5章からガチのアイドルとして活躍しとる椿の姿が見れそうです。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。とうとう椿がアイドルになっちゃいました。皆さん、これからの椿のね、アイドルとして活躍姿を皆さんにメモっていこうじゃありませんか。次回よろしくお願いします。というわけで皆さん、面白ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、週上げ。